はいどうも、北海道タルスタジオ久保克也41歳、毎日いろいろ動画上げてますんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回はジャンプの感想と読者アンケートを話していきたいと思います。次の月曜日がね、休日で休みなんで、土曜日の今日発売していましたということで行ってみたいと思うんですけども、まずはですね、お詫びの方からさせていただきたいなと思うんですけども、前回の月曜日のジャンプのですね、読者アンケートとかね、話すのをちょっとお休みさせていただいたということで、コメントでもいただいたんですけど、動画作ってたんですけど、いざ上げようと思った時にですね、もうなんか自分で消しちゃったのかわかんないですけど、ちょっとなくなってて、まあ僕の予想ではアリエッティがですね、まあ僕の靴下の片っぽを持ってくだけではとどまらずですね、まあ最近 IT 化も進んだのかよくわかんないですけどね、僕のデータも盗んでったんではないか、あとね、可能性があるとしたらね、某秘密結社にですね、こうハッキングされてデータを持ってかれたんじゃないのかなっていうね、まあそんなことをね、考えてはいるんですけど、いや、本当にすいませんでした。はい、ということで今週はジャンプ51号ということでやっていきたいと思います。まずはですね、新連載第2作目ということで、坂本デイズという漫画で、作者が鈴木優斗さんということになっています。どんな話かというと、元最強の殺し屋坂本太郎が女性と出会うことによって引退をして結婚をして子供が生まれた結果、超メタボ体型になって自分で営んでいる個人商店に元部下のエスパーのシンというのが現れて、まあなんちゃらかんちゃらという話ですね。1話からその元部下のシンという登場人物がもう最初からエスパーということでね、人の心が読めるという能力があったりだとか、これからね、いろんな能力も出てくるだろうし、きっとね、この凄腕の主人公の坂本もですね、何かしらの能力があるんじゃないかということで、まあそういうところね、楽しみにしていきたいなぁなんてことは思っています。あとは気になった作品で言うとマッシュルですね。その魔法が使えない疑惑がね、持たれて、まあ先週うまくごまかしてたのかなと思ったらですね、やっぱり問い立たされるっていう場面があってね、そこに出てきたこう新学者は結構いいやつでね、こうマッシュのことを応援してくれるんじゃないかと思ったらですね、まあ最後の最後にね、なんかめんどくさそうな新学者がたくさん出てきたっていうことで、来週すごい楽しみだと思います。あとはね、呪術廻戦なんかで言うと、まあいい感じでですね、こうこの勝負勝てそうなのかなと思ったらですね、最後の最後に真人が本当の魂の形を手に入れたっていうことでね、こう変身してですね、まあ来週とんでもないことになりそうだなっていう予感はしますね。まあ今週のジャンプはっていうと、なんか来週へのね、こうつなぎのお話多かったんじゃないのかなみたいな印象もありますけども、まずはですね、読者アンケートちょっと話していきたいと思います。今週の第3位はこちらの作品になります。ドゥーでね、僕とロボコ、おめでとうございます。いや、最近僕とロボコちょっと僕一押しなんですよね。本当に面白いなと思って、まあ今週はね、ガチゴリラにね、恋をする女の子が出てきたということで、まあ読者サイドの僕らからしてみたらね、ガチゴリラめちゃくちゃいい男だってことは分かってるけどね、まあ今週のね、ガチゴリラのいいところって言ってしまえばですね、世紀末リーダー伝たけしの第1話を思い出させるようなね、まあ丸々一緒のような感じだったなっていう印象ありますけど、まあめちゃくちゃいいやつですよね。で、まあ最後は女の子をおんぶしてくんですけど、重くないのって聞かれた時に、トグロが持っていった闘技場よりは重くないっていうね、これ最近読み始めた人絶対わかんねえだろうなと思いつつもですね、まあまあそういうようなところもね、もうすごい面白い漫画だと思います。ということで今週の第3位は僕とロボコになりました。それでは今週の第2位、こちらの作品になります。ドゥルルルでね、ブラッククローバー、おめでとうございます。いやー、ブラッククローバーもですね、なんかすごいいい感じになってきてるんですけど、まあ久々にですね、ユノが登場して、その場所にですね、元副団長のランギルスが現れて、ユノの修行を手伝うというですね、まあちょっといいやつになったのかなみたいな感じはしましたね。けどやっぱり一番は最後の最後にですね、アスタとリーベの心が一つになって、まあ来週本当にどうなるんだっていうね、まあ来週一番楽しみなのは正直ちょっと僕はこのブラッククローバーかなーということで、今週第2位にさせていただきました。はい、ということで次は最後ですね、今週の第1位、こちらの作品になります。ドゥルルルってね、ビルドキング、おめでとうございます。いやー、もうこれはですね、もうさすがだなということしかないですね。やっぱりですね、大ヒット作品2作も出されてるね、先生なんで、いやーもうあっぱれという感じだと思います。ビガーハンマーのね、こう叩く向きで性能が違うっていうね、設定が出てきて、まあ表で叩くと単純にダメージを与えられて、裏で叩くと自分の活力を弱っているところに与えれることができて、活性化させることができるっていうね、まあ建物を修復するといった能力もあるっていうことがね、まあ第2話にしてわかるっていう。
ね。さらに新キャラクターのね、兄弟子にあたるナナというキャラクターも登場してですね、いや第2話にしてこんなにも展開早いかっていうぐらいね、猛スピードでこう進んでいくのは本当に面白かったなと思いますね。ということで今週は第3位が僕とロボコ、そして第2位がブラッククローバー、そして今週の第1話ビルドキングということになりました。おめでとうございます。いやー面白かったですね。はい、ということで今週はここまでにしておきたいと思います。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。